どうも、エルザです。それでは、ゴーストオブツシマやっていきたいと思います。今回はメインミッションですね。こちら。浪人の方をやっていきたいと思います。動物、なんて読むんだろうね。さて、影は？あ、ちゃちゃちゃ。影。来た来た。よし、では行こう。こっちか。いやー、まあね、前回も前回でなかなかだったけど、今回は浪人だからね、なんかあるんだろうね。ほう、騎士平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしいが。菅笠衆ね。おい、決定を置いて、おい、で、あと一人は、はい、よし、これで終わり。まあ、区内があればね。区内があればもうそのあたりはね、ささっと始末するまでだね。お、これは影ではない。おお、ゴールデンバードも飛んでるね。近くなんかあるかな。サブ入りかな。あー、サブ入りだね。ちょっと奪われ、すまんな。ちょっと今回メインを進めたいんで、すまぬ、無視していく。すまんな、今は違うことをしたいんだ。さあ、影行くぞ。いや、結構道中あるな。いや、てかレアエーだったら結構短縮できるね。あ、これありがたいな。金、材木、布を扱います。鉄ハウ。あー、ゴーヤも鉄ハウもね。まあ、矢はあげといて損はしないのよ。ねえ、矢が破裂矢。鈴はちょっと僕は品はありません。個人的に欲しいのね。恐れながら数が足りませんね。鳥持ちか。あー、鳥持ち。また来よう。あー、ちょっと待ってね。鳥持ちの取り替えは、あー、これで取り替える感じか。なら断然区内だね。お達者で、お侍様。俺たちの命の恩人。何かご入り用でしょうか。何かお探しですか。よろずや、何がある。意外とこの辺りは変わらずって感じだね。受けの夜、白波。おー、いいね、色はいいね。頭は変えばっていう感じか。またお越しください。クロード様が技の裏に入ったらしいな。お、反対か。
もらえる物資はもらっておきたいね。ご遠慮なくご覧ください。ちゃうちゃうちゃう。矢筒を新しくいたしませんか。いや、川が足りん。影、まあもうすぐ着くね。どこどこ、ついでにそこに一時材が見えた。竹も、よしよし、素材はゲットしておいて。この先っぽいね。あと 40m か。浜に向かえと。猛虎の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。菅笠衆ねえ。さあ矢をゲット、ま、調べるか。ここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。さて、メインミッションやっていきますか。向こうにもムクロが見えるな。さあこっちは矢をゲット。さらにだね。まだいけるか。ここにもいる。いや、一人動いてるね。ここまで逃げてきたのか。だが、とどめを刺す。そっちか。お？仁、酒井仁か。龍蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。おお、知り合いなのかな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。お、チキ。おい、甘い。友田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。意外とね。こいつら次々と囲まれるなよ。それはやめてくれ。グヒー、痛いな。にゃろ、グヒー、痛い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 。
肩が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。ヒゲぐらい許せ。九段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。愛も変わらず強引だな。さて、ちょっとね、物資とかだけ回収行きますか。馬あるよ。こっちだ。最後に会ったのはいつだった？二夏前の長岡での刀比べ。あの後、お前はどこに消えたのだ？菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二返事だ。ほう、なぜ駒田で声をかけなかった？侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああ、だろうな。仲いいのかな。なんか刀の腕に関しては競い合った仲みたいな感じだよね。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。さあどう？体。からか。お侍。あ？どうした？お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ、命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ってことは宿営は近い。それを奪いに行く可能性もあるわけだね。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてな。望みは何だ？望みは何だ？一生分のタダ酒。それだけか？あとは寝床。仲間が入りきるほどな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか？仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが、今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ？半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ？猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると？おそらくな。策はあるのか？まあ見ておれ。見ておれか。まあね、手段は問わぬからな、今は。まあ供給源を断つっていうのはかなり大事なことだからね。おい心臓、俺だ。すまんな、その前に、その前に。ちょっと待って、ちょっと待って。鼻が見つかってさ。待って待って、すまんすまん、竜造すまんすまん。おお、ぽい。お前ら、竜造様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ？あの侍は？聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか？策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る？殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。そうか。まあ命がけではあるからね。そういった意味ではね。なかなか、はいっていう二つ返事は出せないだろうね。まあ、ってことは食料もないか物資もないか。サクトやらを聞いときゃよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、他意はなかった。いいさ。
そうだね、メンツがあるからね。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。ほう、お前にも入りそうな袴がある。知らみはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。昔なかったんだね。俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ほう、ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。さあクリアですね。ってことはどっちみち助力を得るにはまだやらないといけないことありそうだね。浪人の袴。効果は敵に察知されるまで時間が 10% 長くなると。近接攻撃の威力が 15% 上昇。かがんだ状態で茂みから出ると敵に察知されるまで時間が長くなる。へー、まあ、ただ同じ格好して来いよって言われてるんで。よし、お前ら行くぞ。じゃあちょっと こっちか。移動しますか。とりあえずショートカットで飛べそうなところはあったね。はあ、幼なじみなんだ、龍造は。このいでたちがかっこいいよね。いいね。まあ、その龍造との関係はどうなっていくのかというところで。待て。そんな感じではない。その予定ではない。うへぇ。待て、取った拠点奪われてんのか。いや、違うな、ここだね。次の場所はここだね。いやー、それならさ、飛べなくしててもらってもいいっすか。さあ、まずは逃げる。いや、クリアしてるのに出てきてるから、そういうことか。よし、あら、そしたら目的地。いやー、まさかのだったね。あ、ただ物資は結構あったね。さて、映像は墓におるはず。墓か。上か？お、いたね。コオロギゲット。
おお、それぞれ思い思いの格好ね。来たか。それじゃあ飯を分取りに行くか。そうだな。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に精ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。さあ、竜造の書。そうか、ここか。防具変えとこうかね。あそこでしょ、多分ね。櫓にはのろし術も。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。失敗したら俺の仇を撃って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。さあ、まずはここから落としに行く感じだね。さて、櫓から目を離すな。分かったよ。1,2,3 さっきここからスタートしたからね。 C-O という感じか。で、OK。 あそこもいるんだよな。長弓に変えといて、後ろから入りつつ、おい、そしてお前もしまいとね。またひどいことを。で、抜けて1,2,3 やば、持っていねと。どういこっかな。やるなら絶対お前だよな。危ない危ない。連殺。おい、おやすみ。フンドワン。危ない危ない危ない、バレるところだった。鉄派か。結構いろいろと。いたか。危ない危ない危ない、マジか。そんなところいるのか。じゃあさらに上がっていこうかね。
合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。さて、合図をするか。相当、まあ、だいぶ数はね始末しておいたんで余裕っしょ。友田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。いて、いたのか目の前。この畜生ども。おい、試練一戦。お、さらに、おい、おい、さらに死ね一戦。ナイス。これで最後だ。おお、早かったね。矢の回収して、ここじゃないな。あっちはさっぱりだ。弓はなし。それらしい物資ももうない感じかな。そうだね、意外とありそうで物資はなかったね。鉄ハウト区内があると。おい、龍蔵どんな？ほら、食料を運ぶんだろ。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか？もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか？鑑賞ならば多少はな。いつの間に孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ、追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。あそこか。そこ制覇したんだけどな、前回。まあしゃあないか。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。さすがにそれはね。固い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。そりゃねえ、こちらとしてもそれは避けたいね。旧兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。ほう。んで、あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ、浜に降りよう。聞こえたな。行くさしら、見ててください。お前の戦い方、長岡の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい？別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだな。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。おほー、いいバスツール。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。策を忘れたのかよ。兵の相手をするな。
猛虎の船に乗り込むんだろう。そうだね。さあ行くぞ。いやついね、倒したくなってしまう。さあ猛虎の船は、そしてお前も、さあ物資だけはねちょっとゲットさせてもらって、倒そう。ここまで来たら倒そう。もううひー逃げろーやばいやばい、逃げろ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 、もう十分十分暴れた。よしよし、逃げるぞ。あれ、竜像は？なるほど。一回入って。いたー。さあさあさあ、急がねばならぬ、貝を持て。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。さあこれで船に侵入完了。食い物を探そう。そうだな。そりゃそうなるわな。あー違う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 、もういいや。区内にしておいて。ない。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。いざ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船か。隣の船か。聞こえたか。4人、5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。いい船だな。さあ急ぐぞ。はい、しゃがんで。お前は、弓兵は、いて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 、それは痛い、それは痛い。やっべえな精度。Oh, God.
ほう、三連。おしょ、どうしょ。どうは。グヒー。どうしょ。けいな。どうしょ。相変わらずいい腕だな。お前もなまってはいないようだ。いや、だいぶ刺さったんだけどね。新手が来た。殺せ。物資はゲットできたけどって感じだね。さてこれでどうだ？次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。分かっとる。次の船はそっちか。まあ必要なのは食料だからね。クマはな。上からか。さあ、使ってみたいだけなんだっけ。はい、じゃあドーンとね。あとはクマか。意外と意外とこれで終わり？これさ、よし。そりゃそうでしょ。出したらやられるからね。あら、で物資。食料はあるかな。これは何だ。ハーンの命を伝えると、富玉には千の浜を送り、源泉の補給路を崩さぬように。ああ、ここに補給路ってことは。龍蔵と話そう。この船にもないか。何かあるはずだが。そうだね、何かあると思うんだけど。おい、痛いな。で、OK かな。よし、では戻ろう。まあ食料の情報源が見つかっただけでもよしっていう感じかな。あれ、龍蔵は？
そこの奥行けるっぽいね。奪われた兵糧はどこへ。竜族、何か見つけたか。おお、マジか。まったく大丈夫か。助太刀なんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食いもんは奴の腹ん中だよ。どうしよう。ちくしょう、俺たちの食いもんが。竜蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。今回ってる。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食いもん持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃなら、お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。いや、剣どもということで無事クリアでーす。いやー、大変だったね。助力は浮き終えた感じかな。ちょっとボスいたけどね、区内であっさりだったね。区内が強すぎるわ。さあ、ユナにまた会わなければということなんで、鍵縄か。はあ。そうか、さらにって感じか。そうだね。3あるしね。3あるか。ちょっと攻め手に入れるか。そうだね、これぐらい手に入れて、ちょっと鍵縄のところまでやっちゃいますか。せっかくなんで。ユナに話を聞いてみねば。そうだね、とりあえず。お、あれ、こちらではない。ついてのご用があればお役に立ちましょう。奥か。いやー、なかなかね、倒すのが楽になってきた感じはあるけど、ちょっとアイテムありきって感じやな。どうしよう。あの人が八重を叩いて守ってくれる。八重を叩く。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。おじうえが自由になれば、
皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。まあそうだね、武士というところの位置づけで行きたいからね。くれる人は見つかった。まあな、石川先生と足立政子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとヤモメの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。まあね、助力するかどうかはまた本人次第だからね。誰か手を貸してくれ。任せな、タカに会って話は後で。坂井様、打ち終わりました。おお、できたか。お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか。手前で試しました。オオサメを鍵縄です。良いものだな、借りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？お、竜蔵が来たね。なんでだ。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。何があった？その太刀は五分を運びますよ。どうした竜蔵？探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。なんと。お十への救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。お十五も囚われのままだぞ。場所は八立て砦の近くだ。よし、わかった。策を考えてみよう。砦か。さあ、ジンの位置、鍵縄。これでちょっと移動が楽になりそうだね。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか。ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上、いかにして助けるつもりだ。戦える奴はまだ残ってる。近くの四辻で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。そうだね、カズが捕まったんだよね。足りるのかな。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか。補給路が記されておったな。飯はあったか。ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ、それがどうかしたのか。覚えてるか。受けの連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で打ってきて腕が折れかけたぞ。加減すれば誰もが気づいただろう。だからって本気で打つか。負けるわけにはいかなかった。俺ごときにってことか。そうは言っておらん。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。嫉妬だな。まあ男同士だとやっぱそこら辺出てくるよね。まあ、ただジンがそれだけ才があったってことやね。お前、松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か？そういうことではないって。
ちょっと花、お花を摘み。で、仲間を助けに行くわけだが、その砦がどこにあるかっていう話だよね。どこの砦だろうね。あ、また花。結構花落ちてるね。ここだよ。ほらほら、早く早く。少なくない？え？少なくないか？ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら。逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は。時期暗くなる。出発はできそうか。手立ては道中で話そう。そうだな。よし、てめえろ。行くか。まあそうだね、命に関わるところだからね。おじげづくのもあるだろうな。人数差もあるしね。おう、あそこか。立て取りで仲間はあそこに捕まってる。どうやって救い出す。どうやって策を出すのはお前の役だろう。うん、砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？ジン、こっちに来い。お、こっちじゃないの？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば呪しをあげる。攻め入りの合図だ。猛虎挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。でもさ、その策を俺が言うことによって君の評判が下がる可能性もあるけど、いいのか。まあね、指示を得ればこっちのもんだから下道としてはありがたい。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。任せとけって。そこだな。ここの上っぽいね。おお、これか。飛び越えられんか。だが鍵の輪を使えば行けるはず。飛んで、おお、一瞬出るんだね。はあ、シュッとね。ほい。おお、こういうこともできる。朝クリやね、完全にね。これは使い手があるな。忍者だ、忍者。はい。いやー、もうお侍って感じではないな、もう完全にね。で、これを登るか。そこ行ってて感じか。ほい、ほい、あぶねー。お、ははははは、勢いが足りんってやつだね。まさかの反応なしか。仕方ない。手前の岩場に渡れそうだ。おお、次はいけた。
差が分かりませんぞ。なんでたい。結構シビアだね。回復食か。よし。ま、これで。チュートリアル的な動きは良かでしょう。あとは？おお、踊るんかい。待ってよ。ああ、危ない危ない。タカ、恩に着るぞ。ほんとだよ。タカ、やっぱすごいね。技術すごいね。ほう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 。スゲガサ衆はどこだ。本当に歌っておる。檻は散らばっているようだな。歌っているのもちょっとおかしくないか。いくらなんでも。回収できるもん回収しておくか、先に。どうせバレたら元も子もないしね。のろしを上げるタイミングもほぼ全滅させてしたらどうなるんだろうね。中太郎、さーて、あそこいるか。痛いね。弓兵が上にいるからどうにか始末したいけど、多分ね、火で攻撃すると叫ぶだろうな。スッとね。いやいやいや、それはちょっといくらなんでもって感じだな。上行くか。意外と出ないね。よーし。あとあそこ二人。右は、ああ、そういう感じか。浜屋になったね。すまんな。思ったより盛大にやってしまった。そうか、すまんな。さすがにクマ出して、多分暴れてくれるのよ。何？いや、何って言ってるしね。雄三もいるのか。外におる。助けに来てくれると思ってた。ほう。
まあね、雄三に頼まれたもんだからね。あと4人。助け切りたいね。倒しながら。さあね、ここの火で燃やすという手もあるんだよね。遠いな、遠いね、さすがに。いて、そしたら、おい、動く口張るぞ、ハン。てでんなスモスターちゃんとこ。あっさりとするのは、すごい。でこ、おい、動く口張るぞ。よし、結果往来。鈴を使いたいから、この中にいるか。よし。であれば。バルチュラ、ハノイ。さあ、しまいだ。で、もう一人同じ手で行こう。テルムンバイスタルラ。二人来れば連殺いけるかな。まったく、そんな鈴が鳴って不用意に近づくなって。意外とオッケーだね。よし。あんた、どうやって入った？戦に備えろ。ガテンだ。まあ、黙ってさっさと準備してほしいところやね。よし、じゃあ全員助けた。こうなってくると。さあ、あとは奥だね。物資ゲットの。わあ、いいの手に入った。レア素材だね。1、2、3。ちょっと待った、今どこから抜けた？あ、さすがにやっぱここは抜けれないか。Bitte so, da ist du!
ほう。もうちょい、もうちょいやっていってくれるとね。そもそも俺尽くして。そんぶしばいすいまじで、またなた。いや、誰もいませんよ、誰もね。動くさまらいけのんくんだめ、そのノルチクして。そもだ、エコービテルハルバートン。さあさあ、こっちはもう血のり生かすからね。ソンテルハバスミスチェルセン。ビッネホロチクボ。さあ、あとは君始末すれば終わりか。すまんな。いやー、いやー、楽ちんやったね。まさかあの隙間から行けるとは思えませんかったな。いやー、いい方法思いついたわ。まさに下道やね。まあ、回復だけしておこう。物資を先に手に入れて、多分戦闘になるしね、この感じだと。もうこの品バケットで、お、なんか今光ったような気がしたけど、気のせいか。近づくと始まりそうな気がするからね。あとはここか。おお、クマいるね。てか、そんなクマ捕まえれる？っていうぐらいクマ捕まえてるよね。すまんな。この檻は違った。大丈夫、先に始末してるから。こんな感じで OK かな。よし。信じていいもの。いつでも来い。門を開けねば。ほう。もう内側全部倒したけど。おのおの自由を勝ち取れ。蘇生。もうやめてくれ。誰か殺される。やめろ。待て待て待て、蘇生しかしておらん。さあ、あちら助かったぜ。来てくれると信じてました。やっぱりあいつは腰抜け野郎だ。隠れていられるのも今のうちだ。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした、
猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ、拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。そうだよね。まさか飯を食わせっていうことを考えると、一つはまあ一応手助けしてくれるんだけど、いざという時にこっちにつけよっていうところだったのかもしれないね。戦略的にね、ちょっと怪しいねこの先。まあとりあえず物資取って、なんかあれだね、このタイミングで食料分けてもらったりとかそういうのがあるってなると、なかなかの先の戦がちょっと心配になるな。さてちょっとここら辺りは、でこの中にも熊がいるっぽいね。いやいないか。まあこんなもんかな、ここに関してはね。で最後だね、メインミッションここだね、金田木。なんで実際こっから移動する感じか。まあついにという感じだね。ついに忍び込むと。手立ても揃ったしね。よし、では今回はここまでにしましょう。はぁ、大変だった。まあまあ、ちょっと今回長めだったけどね、メインミッションいくつかしてという感じでしたが、まあまあ、これで、おじうえを助けに行く手はずはできたんで、ちょっとそのあたりもやりながらまたやっていきましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。